どうも、ちぬこチャンネルです。今回はとっても珍しいことが起こりました。サビキでアジを狙っていたところ、釣れるはずのない魚がかかりました。海の恵みに感謝しながら美味しい料理をいただきます。今日の仕掛けです。ググッと生後ぶっこみ釣り、まあ、スズキや生後狙い、あとはまあ秋なのでいろんな魚が釣れればいいなと思ってます。虫餌、青い染めですね。よし、餌をつけてちょっと投げてみます。水路の中心に、それ OK。この時期ね、虫のぶっこみすればなんか釣れると思うんですよね。根がかりするかなと思ったけど大丈夫です。結構ね、そこをずるずる引いても平気。いろんな釣り方試してみます。来た、今なんか当たったよ。かじられた。当たるんだけどな、乗らない。よし、ちょっと針を変えます。当たりはあるんだけど乗らないっていうことは、おそらく針が大きいのかな。キス針。来た。これは来た。乗ったかな。乗ってるよね。乗った？さっきからね、当たりあるんですけど針がかりしてなくて、あー、よかった。おお、いいキス、いいキス来た。落ちギス。秋の落ちギスです。やった。これ美味しいよ、絶対。キスいたか。よかった。ちょっとちっちゃいけどね。もう少し大きいと秋のいいサイズなんだけど。よし、大きいの釣りましょう。よし、ハゼ来ました。キスではないけど、これも天ぷらにしたいけど、ちょっとサイズがな、食べるにはちょっとちっちゃいかもしれない。来た。おーおー、いいサイズ、いいサイズ。あ、めっちゃいいサイズ。あ、でかい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 。やった。おっきい。めちゃめちゃ大きいキス。来ました。おー、でかい。おー。マジでいいサイズだ。わー、すごい。これ一番でかい。今日一。うわ。今日一ですね。やったー。今年は夏にキスを釣ってなかったので、秋のこの落ちギス特大サイズが釣れてめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、ちょっと時間があるので一旦帰って夜釣りに出かけたいと思います。よし、エビ巻き釣りもね、今日はやってみます。電気浮きと針がついてて、重りが売ってある簡単な仕掛けです。使う餌がですね、このシラサエビ、はい、巻きながら、まあ、餌と同調させて釣るという感じですかね。こんな感じでエビをつけますと、はい、でこの周りにエビを巻いてみる。こんな感じで、
エビを落とし込んでみます。当たりが取りやすいように短い竿を使います。水深はね、ここ桟橋なんでかなり浅いですね。もう大きいのかかったら一気に引き上げるという感じかな。おお、来た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 、ロープに、ちょ出てこい出てこい、どうなってる。そりゃ引っかかるよな、ここは。出た、ぴょん。来ました、生後です。かわいい、これなら釣れるって感じ。はい、リリース、ちっちゃいからね。バイバイ。おー、来た。うわぁ、すごい、うわぁ、ほい、うわぁ。はい、おおおおお、来た来た来た、よいしょ。おお、え、重い、なんか、うん、なに、嘘でしょ。え、どういうこと。サビキニ、サビキニ、サビキニ、取れないかも、取れないかも、取れないかも、え、取れないかも、取れた、取れた。サビキにイカが来ました。すごい、サビキのね、カゴにモンゴウイカ、モンゴウイカ、これすごい大きい。見えてたかな今。これこのサビキ仕掛けの一番下のカゴになぜかこの子が食いついてきました。すごい、びっくり。いやー、すごい、ほら綺麗な模様。やった、よいしょ、よっ、ん、え、あ、え、なんか来てない、ちょっと引いて変な動きしたんですよ、竿が。なんかこうぐーっと持ってかれたまま動かなかったんで、まあ、なんか怪しいなと思って竿上げてみたら、しかもこれ抱いてただけですね。張りがかりしてないけど、しっかりこのアジに夢中になってたので、そのまま上がってきてくれました。やった、すーちゃん。あれ、すーちゃん、よかったね。テントにいたの、すーちゃん。よし、美味しい料理作るよ。今回の戦利品は、はい、白ギス。一番大きくて23センチです。この時期になると落ちギスといって、こんなに立派なサイズに成長します。モンゴウイカ、こちらは一度冷凍してあります。
イカは冷凍すると身質が柔らかくなるし、寄生虫の心配が少なくなります。モンゴウイカは表面にあるこの模様がキスマークみたいになってます。見えるかな。小さい方が401g、約400ですね。大きい方が797、約800g。まさかサビキのカゴに抱きついてくるとはねすごくびっくりしました。嬉しかったです。真ん中に包丁を入れます。分厚い軟骨が出てくるので取ります。はい硬いです。コウイカ系はね、さばくときに絶対に墨袋を破らないように慎重に、よいしょー、ふう、エンペラと胴を外します。よし、なんかちょっと黒くなってるけど、まあまあいいでしょう薄皮をある程度剥いで硬い部分を切り取ります。エンペラと皮を引き剥がして、エンペラの付け根も硬いので切り取ります。よいしょ、はい、足の間にある口を取ります。ここは結構美味しいところなので、くちばしだけ取り除いて食べます。さらにこの綿の部分ですね、なんかすごい綿が豊富に入ってるんで何かに使おうと。よし、目と足を切り離して、ゲソはよく洗ったら食べやすい大きさに切ります。よしと、醤油、砂糖、ちょっと甘めにしておきます。お酒とみりん、生姜を入れてひと煮立ち。煮立ったらイカを入れて、イカワタも入れてざっくり混ぜます。落とし蓋をして火を通します。よし、お、イカは火を入れすぎると固くなっちゃうので短時間ですね。はい、だいたいイカが白くなったところで火を止める。器に盛り付けてネギを散らして、できました。イカの甘辛煮完成です。綿を入れてお醤油でさっと煮ました。もうこれ匂いだけで美味しいのわかるよいただきます。あー、イカ柔らかい。綿を入れて正解ですね。お醤油の甘辛さにコクがプラスされてます。はい、ワンカップ大関大吟醸。ミニカップでこんなに美味しそうなお酒があったので購入しました。まあ寒いから温めてもいいんだけど、私はね、冷えた日本酒の方が好きなのでこのままいっちゃいます美味しそう。それでは乾杯。美味しい。スルスルっと飲めて、口当たりもすごく滑らかです。いい香り。イカ自体が分厚くて、そして柔らかくて甘くて美味しいので、複雑な味付けは全然いらない。ご飯食べたいすずちゃん、寝てきたのすずはチュールが好きだな美味しいね。んー、二品目は鱗を取っていきます。頭を落とします。内臓を取って背開きしていきます。開いたら骨を取ります。腹骨を V の字に切り取ります。よしと、はい、すっごい綺麗な身の色です。ちなみにキスの鱗は柔らかいので、ペットボトルキャップでも落とすことができます。はい、こんな感じで開いておきます。続いて表面に薄く切れ目を入れていきます。エビ、ブラックタイガー殻を剥いて、背綿を取って、お腹に切れ込みを入れる。そしたら後ろに反らせて伸ばしておきます。よし、オッケー。ナス、レンコン、
ちょっと厚めに切ります。かぼちゃ硬い袋の中に食材入れて、花さくり天ぷら粉、まあ大さじ1杯ぐらいですね、軽く入れて振っておきます。よし、 OK。 天ぷら粉と冷たいお水軽く混ぜます。はい、太白ごま油、よし、キスからいきます。おいしそう、もう音でおいしそうキスといえばもう絶対にこれですよね。こっちはもういいのかな、よいしょ、どんどん揚げていく。やばい、てんこ盛りになってきちゃったすごい量いや、全部は今日は食べれないので、半分はね、明日天丼にでもして食べることにします。できました、天ぷら完成です。キス、イカ、エビ、ナス、かぼちゃ、レンコン、大葉、サクッと美味しそうに仕上がりました。よしと、そしてお水につけておいたお米、薄皮を取ったイカ、サイコロ状に切る。こんな感じで長芋、皮を剥いてすります。はい、蒸らしておいたご飯、いい感じに炊けてます。器に盛り付けてとろろをかける。うわーすごくいいイカ、もみのり、大葉、すった生姜にだし醤油、これを溶きます。かけて、うわー美味しそう。真ん中に卵をポン、うふ、できました、とろろ入りイカ丼の完成です。いやー、めっちゃ美味しそう、いい出来なんじゃないでしょうかすーちゃんは後でおやつあげるね。はい、できました、美味しそう、豪華。それでは早速この天ぷらからいただきます。大根おろしでいくのもいいんだけど、ん、すーちゃん違うよ、これお塩、すーちゃんお塩だよこれチュールじゃないよこれ違うじゃん、形ほら、ちょっと横に広いじゃん。お塩、ほら、おしと、まずは塩でいくのが通なんじゃないでしょうか。いただきます。めちゃめちゃ美味しい、もう塩だけで十分。やっぱ天ぷらの王様ですね、おいしい。毎年一度はね、釣って天ぷらにして食べるんですけど、毎年この美味しさに驚いちゃいます。大根おろし生姜でもいきたい。こんな美味しいのめっちゃうまい。最高だ。うまいね。イカもとりあえず塩でいってみよう。すごい肉厚。もう口いっぱいにイカって感じです。これ美味しい。いやー最高。ま、さあイカ丼、黄身をえいトロンほら、山かけ状態になってるんで、すごく食べやすいんじゃないかと思います。いただきます。あ、うまい、食べやすい
長芋のトロッと感とイカのもっちりした感じが同時に口の中で楽しめますね。トロロとイカは合うんだね。おいしい。うん、イカの弾力と歯ごたえもとってもいいです。かぼちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。今回は、どんな魚でもいいから釣りたいなと思って虫をつけて投げてね、こうズルズル引いてきたら、なんといいサイズのキスがたくさん釣れました。今年初めてのキスの天ぷらだったので、あまりの美味しさに感動しました。そしてさらに夜釣りに行って、サビキ仕掛けにまさかまさかのモンゴウイカ、いや本当に意外な釣果でびっくりしましたね。引き続き狙いの魚が釣れるように、いろんな釣り場に出かけて頑張りたいと思います。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。すーちゃんバイバーイ